ボーイスカウトの皆さん、今年もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。市民の災害から守る消防士で構成されています。私たちはこれからも音楽を通じて防火防災の続きまして、一部車にご乗車いただいていますのは1号車福岡市民の市民振興会会長、福岡商工会の会長上石のりおさん、同じく相談役森秀隆さん、市民振興会相談役大石修司さん、同じく副会長樋口正孝さん、同じく副会長前川福岡親善大使安永聖奈さん、福岡親善大使武田伊代さん。今年から福岡親善大使の活動期間が2年間となりました。この3名が2013年、そしてどうぞ応援の思いを込めて皆様温かい西日本新聞は車椅子送迎車を送ろうキャンペーンや食育の問題、古紙回収などの環境問題に取り組んでいます。私たちはこれからも地元球団のホークス、アビッパ、ライジング福岡を応援し、お疲れ様でした。ありがとうございました。どんたく参加によって、ふるさとを思う優しい心と、未来に向かって大きな自信をつけていく架け橋になれると願い、4月に進級したばかりの年長を参加ナンバー710番、
公開新幼稚園マーチングバンドの皆さんが正解でございました。続きまして参加ナンバー753番高須幼稚園マーチングバンドの皆さんの到着です。皆さんこんにちは。私たちは北九州市若松区から参りました高須幼稚園マーチングバンドです。9回目の出場となります今年は山をテーマに緑の芝生輝く園庭で毎日元気いっぱいマーチングを楽しんでいます。今日はその中から高須幼稚園の歌を演奏演技いたします。みんなの心を一つに最後まで一生懸命頑張ります。合わせておよそ5500名です。学園と中村春先生の教え努力の上に花が咲くをモットーに全国大会出場目標に頑張っています。今年も楽しんで踊ります。よろしくお願いします。続きまして参加ナンバー717番福岡県小学校合同バンドの皆さんです。今日は福岡市民の祭りどんたくを盛り上げようと福岡市の七熊小学校、高取小学校、そして今年は新しく舞松原小学校のみんなが力を合わせてパレードに臨みます。沿道の皆さん、ぜひ最後まで応援してください。私たちにいつもパワフルに時に厳しく指導してくださっている高田先生はバトンの技術だけではなく礼儀、秘密、協調の心も指導してくださるそうです。今日は年少から高校生、初めてどんたくに参加するメンバーもいます。一応見ないと小さな世界です。音楽の輪をつなぎ世界に発信していきましょう。見事なバトンの演技を披露してくださっていますのは参加ナンバー714番ベルバトンクラブの皆さんです。西区早良区を中心に活動しているバトンチームです。礼儀正しさを重んじ日本一になりたければ日本一の練習をするを目標に日々努力を重ねています。今年3月九州代表として出場した全日本選手権では日本一を含む21個のベスト8のメダルを獲得しました。8月にオランダで開催される世界大会に3名のメンバーが日本代表として出場します。今日は小さい子と一緒に力を合わせて頑張ります。皆さんの応援をよろしくお願いします。1270m この見事なバトン演技を披露して更新してくださいました。どうぞ皆様盛大な拍手でお迎えください。お疲れ様でした。
ベルバトンクラブの皆さんの演技ありがとうございました。ちびっこも到着予定です。お疲れ様でした。その後方では見事な力強い演奏を響かせてくださっています。参加ナンバー735名での参加です。博多到着の参加は初めてで、このような多くの方々の上で演奏するのも初めてです。ぜひお聴きください。本日の演奏曲はストレッチャーズがハントパンとマンドランボラジル元気にパレードしてくださっています。で元気にパレードしてくれています。そしてちびこも元気に出汁を担いで 1270m 本当にお疲れ様でした。748番、慶泉町立近畿大学の附属高校です。学業、高校生活を通じて一人の人間として人格を向上させることを目標としています。人として成長できるよう日々頑張っています。今日はどうぞよろしくお願いいたします。続きまして参加ナンバー715番、新宮町立新宮中学校吹奏楽部の皆さんです。感謝感動を届けようをスローガンに演奏やマーチングの練習頑張っています。今年聴きください。試合ながら練習や学校の勉強、仕事に精一杯取り組んでいます。今日は博多どんたくのお祝いの気持ちを込めて、福岡からアジアへ、そして世界へを愛してくれ、練習に励んでいます。バトンを回す楽しさや踊る喜びを一人一人が表現できたらと思っています。今日は私たちのバトンへの思いが皆さんに届くよう精一杯演技します。応援よろしくお願いします。昨年度行われた九州マーチングコンテストでは13回連続金賞を受賞しました。またアンサンブルコンテストでは県大会出場し金賞を受賞するなど、公式大会で全て金賞を受賞することができました。勉強も部活も共に頑張っています。続きまして参加ナンバー741番、西日本短期大学附属高校吹奏楽部の皆さんです。私たち西短大附属高校今年で2年目のバンドです。今日は博多どんたく初参加で部員全員楽しみにしてきました。博多の伝統あるお祭りに参加できることに喜びを感じ、皆様に笑顔を与えられるよう部員一同心を一つに楽しみます。どうぞよろしくお願いします。参加ナンバー741番、西日本短期大学附属高校吹奏楽部74年に発足し、今年で39年目を迎えました。スポーツ芸術を目指す大会などいろいろ活躍するとともに、文化の花としても活動しています。
マーチングパレードには第1回より楽しく参加しています。先日行われた全日本選手権大会でメンバーの中村あさみさんがグランドチャンピオンをいただきました。ぜひ皆様のご声援よろしくお願いします。今までの大濠弱さを失うことなく頑張っていきたいと思います。全国大会で今年は金賞をいただけるように頑張りますので、これからも応援今年で創部5年目になります。部員数は少ない中にも全国大会や全国高校文化祭、全国高文化などに出場しております。本日はパレードに参加させていただいたのに大変に貴重なことでお願いいたします。ナンバー707番ゴールデンハーツバトンチームの皆さん、ありがとう、気持ちを込めて演奏いたします。応援をよろしくお願いします。ご声援よろしくお願いいたします。本日は日頃の練習の成果を多くの方々にご覧いただく機会です。すごく楽しみにして